オープンフィンガーグローブマッチ、平岡こと VS 菊池実紀。この試合はオープンフィンガーグローブマッチ46キロ契約。本日の第6試合、女子のオープンフィンガーグローブマッチ、平岡こと対菊池実紀の一戦です。この試合解説は女子キック界のレジェンド上村えりかさん、そしてグラビア女優としても活躍中志田ねねさんです。お二人ともどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ上村さん来ました、はい、いや待ってました。これを見に来るつもりだったんで解説なくてもめちゃめちゃ楽しみです、はい、さあ志田さんいかがですか。いやもうドキドキです。楽しみもあるんですけどそれ以上にドキドキもあって、どうなっちゃうんだろうって思います。いやもう先ほどちらりとトライハードのこうチームメイトたちもいろいろ映りましたけれども、オープンフィンガーグローブマッチに挑むこの平岡こと、そして菊池実紀の一戦です。黒いトランクスが菊池実紀、そして白いトランクス赤いベルトラインが入っているのが平岡ことです。菊池選手もめちゃめちゃファイターの選手なので、すごくよく噛み合うと思います。はい、さあここはロキックも飛ばしていく平岡ですが、菊池も後ろに下がらない、ダメにパンチ入れていこうという平岡。コンビネーションを見せていきます菊池です。平岡選手はもうちょい離れた方が自分の距離かなと思うんですけど、今結構近くなっているので、打ち合いたいという気持ちはすごく伝わってくるんですけど、菊池選手の距離に合わせて上げてるっていう感じになってますね。打ち合いたい気持ちっていうのは伝わってきますよね、はい、伝わってきますね、はい、高田でも積極的ですもんね。積極的にどんどん前に出ていきます。やっぱり平岡選手の前回のオープンフィンガーグローブの試合を見させていただいて、はい、パンチから膝 の, コンビネーションだったりとか、はい、前蹴りをうまく使っているコンビネーションがとても良かったので、それを序盤から見たいなという感じがしますね。こうパンチだけじゃなくて蹴りもしっかりと入れてきますね。そうですね、はい、オープンフィンガーでもパンチに偏るイメージもあるんですけど、でもやっぱりそこで足技出せるか出せないかでかなり違ってくるので、はい、ここはしっかり出していった方がいいかなと思います。ただこう菊池もどんどん前に出ていきます。そうなんですよ、もう菊池選手はもう本当にパンチの、手数もありますし、はい、パワーも最近上がってきているので、余計なパンチもらいすぎると危ないのでね。そうですね、はい、お互いに一発でこう相手を倒すようなそんな打撃につながる可能性があります。このオープンフィンガーグローブマッチです。ともに極真から手がバックボーンという両者の対戦です。さあしっかりと冷静に相手を見ていこうという菊池ですが、平岡の打撃顔面にパンチを入れていく、綺麗に入っていきました。めちゃめちゃいいタイミングですね。めちゃめちゃいいタイミングでした、ただ前に出ていく菊池に対してナイスハイキック。菊池選手の今の判断最高ですね。いや手も強いですね。どんどん前に出ていきます菊池実紀。第1ラウンド残り40秒、ナイスフェイントいいですね。さあここはフェイントを入れながらワンツーパンチを顔面に入れていく平岡です。そしてボディから顔面右ストレート、菊池選手もいいパンチ返すんですよね。返しますね、はい、前に出ていくのは平岡、ローキックを出していきますがそこにパンチを合わせていきます菊池。なあ右、そしてもう一度パワーも入れながら顔面を狙っていく平岡、ただ後ろに下がらない菊池、前に出ていく。いや本当に上村さん、はい、菊池がもらってもこう前に出てきますからね。そうなんですよね、やっぱりオープンフィンガーグローブなんでどうしても当たっちゃうんですけど、でもブロッキングしっかりしてローキック返していたりとか、作戦はかなりいいです。ただ、平岡こと選手の方がやっぱり経験値だったりとか、オープンフィンガー1回経験しているというのはかなりでかいので、手数であったりとか試合の組み立て方はやっぱり平岡選手が1枚上手かなっていう風に見えましたね。そうですね、はい、第1ラウンドが終了しました。女同士の殴り合いオープンフィンガーグローブマッチです。志田さんいかがでした。いやもう思った以上に激しくって、あんなに打ち合うんだってもう興奮してます。そして、パンチだけじゃなくてお互いにこう結構蹴りも上村さん入れてましたからね。そうですね、菊池選手のパンチのラッシュからのハイキックの判断はめちゃめちゃ素晴らしくて、なんかこれができるってすごいなって、将来有望だなと思いましたね。そうですね、はい、さあこれから第2ラウンドに入ります。これが2戦目オープンフィンガーグローブマッチ平岡こと、そして初のオープンフィンガーグローブマッチ菊池実紀です。
第2ラウンドが始まりました。黒いトランクスが菊池、そして白いトランクスが平岡。ローキックを入れながらお互いに牽制しながらどこでパンチを出していくか。菊池選手の攻撃力は多分この、 体型にしてはすごくある方なんですけど、でもやっぱりあの身長差、リーチの差が出てしまうので、はい、まあ、もうちょっと体を振ってあの頭を今みたいにこうずらしたりとかしながら自分の攻撃につなげていかないと、なかなかまっすぐ構えている状態のままあの平岡選手に攻撃するというのはちょっと難しいかなというふうにあの1ラウンド見て思いましたね。菊池にとってはデビュー戦以来のこのライブの舞台ということになります。ここも足を止めてお互いに打ち合う、パンチを振るっていく、ガンを捉えていきます。ただ後ろに下がらない、押していく菊池。平岡選手のパンチのコンビネーションの中にアッパーが入っているのがめちゃめちゃいいです。いや、そうですね、はい、ストレート系のパンチの中にアッパーを織り交ぜていきます平岡。いや、志田さん、この女子の殴り合いどうですか。なんかもう言葉にできないんですけど、またグローブとは違う気迫がありますよね。そうですね、もう音も生々しいですし、肩当たったら痛いですね。前に前に行く姿勢がかっこいいですね。本当に硬い鈍い音が会場に響き当たります。そしてローキックをお互いに出していく。来ました来ました来ました。この辺りは非常に冷静に試合を組み立てていく、そして膝も入れていく平岡。平岡のロック、いや、顔面のパンチ、そして膝、ナイスコンビネーション、組み立てがめちゃめちゃいいです。そうですね、はい、パンチ上下の打ち分け、アッパーからロックで、膝まで受けているのはめちゃめちゃいいですね。いや、この辺りコンビネーション、そしてナイスバック、フィーキックも出していきます平岡。そしてボディ、菊池選手は今防戦一方になっちゃってるので、前手で平岡選手を押しちゃってもいいかもしれないですね。押してローキックだったりとか、押して前蹴りとか、まあ、ここでも、まあ、組んでなんていうんですかね、ポジション変えちゃってもいいと思いますし、はい、もうちょっとその小技というか古速な技が出るといいかなと思うんですけど、ちょっと正直すぎるような感じところありますか。そうですね、はい、まあ、でもまだ今これで8戦目ですもんね。そうですね、現在20歳の菊池みのり。あ、これも強烈アッパーを入れていくと菊池さん、平岡の打撃が菊池を捉えていく。ただ後ろに下がらない。この真っ向打ち合いをしているっていう、平岡選手と真っ向打ち合いをしている菊池選手はもう本当にそれだけですごいですよ。そうですね、はい、いや、もらっても後ろに下がらずどんどん前に出ていきます菊池みのり。そして左が結構入ってるんですよね。そうですね、ラスト10秒を捉えています。ここで足を止めてお互いに打ち合っていく。ここでアッパーを混ぜていきます平岡。そして上下に打ち合う。ここで第2ラウンド終了。いや、この第2ラウンドも激しい打ち合いになりました。オープンフィンガーグローブマッチ、本日の第6試合です。平岡こと対菊池みのりの一戦、第2ラウンドは上村さんどうでしたか。はい、そうですね、やっぱりあの平岡選手 の、 あのコンビネーション手数、あとはその結構圧力結構かけてきているので、はい、あの菊池選手がもう結構疲れてますよね。そうですね、これが初めて。どこまで粘れるかっていうところかな、菊池選手はどこまで粘れるかなっていうところだと思うんですけど。いや、これを志田さん、こう気持ちで乗り越えられるレベルなのかどうなのかっていうところですよね。気になります。し、なんか菊池選手相当顔面にもボディにも足にも食らってて、はい、だいぶ来てますよね。そうですね、まあ、一つ言う、まあ、一番リング上の中で簡単なことって、あの相手にやられて嫌なことを自分もやるっていうことなんですよ。なので、はい、菊池選手もボディへの打ち分けをしたらいいし、ボディ、ね、あのへの打ち分けができたらローキックまでつなげてればあのいいと思うんですよね。相手の嫌なことをできるかどうか。ただ平岡もこの左右のフックダメを捉えていきます。ただキッチが後ろに下がらない。うん、ナイス、いいですね。ここでバックフロー。もつれるような感じになりましたが、ここは一旦レフリーが割って入ります。やっぱこうやってプレッシャーかけられてると結構疲れちゃうので、やっぱこ の、 あのポジションをどうにか、あの選手はリングの真ん中に戻ってきたい。はい、ここは相手を押し返して、そうですそうです。戻っていきます。でも今のパンチからミドルのコンビネーションはめちゃめちゃ良かったです。はい、まあ、一発で終わらず、
まとめられるかどうかっていうのも重要になってきますよね。そうですね。さあこれが第3ラウンドということになります。1分が経過。1本目ね。1本目。冷静にストレート、平岡のパンチ、上位に打ち分ける。いける。あ、ここはキックが出ていきました。菊池、あれ倒れてもおかしくなかったですよね。平岡が目を捉えていきました。そしてのキック、浅いのキックも見せていきます。平岡こと、ただ左右のパンチを出して相手を離していく菊池。いやでも神村さん、菊池も気持ち強いですね。いや本当にガッツが、はい、すごくて、なんかこの勝敗がある競技で、そのガッツを評価するっていうのもどうかと思うんですけど、でも評価せざるを得ないぐらい素晴らしいです。そうですね、はい、笑っても笑っても前に出ていく。今日は格上相手に名を上げたいと話していました菊池。ただ平岡、ここは冷静に相手を削っていきます。ローキックをお互い出していく。そしてバッキング、いや距離感も広岡はしっかり合ってますよね。そうですね、序盤よりだいぶ距離が取れてきて、平岡選手の距離ですね。なんで平岡選手の攻撃受けて菊池選手返したいんだけど、もうその頃には届かないっていう状況になっているので、はい、とても平岡選手にとってはいい距離です。さあここも顔面から上下打ち分けて左フック、ラメを捉えていく。さあここに来て平岡の打撃がより多くなってきた。ただ後ろに下がらない菊池、パンチを前に出していきます。平岡選手はそれでも倒れないかって思ってると思います。かもしれませんね。いや志田さん本当に壮絶ですね。もう最後までめげない気持ちがすごいですね。さあここはラスト10秒、お互いに最後パンチを出していく。最後まで打ち合っていきます菊池。ここで第3ラウンド終了。オープンフィンガーグローブマッチ46キロ契約3分3ラウンド、平岡こと対菊池みのりの一戦です。もう2ラウンド終わった感じで菊池結構バテてたので、3ラウンドもしかしたらやられちゃうかなと思ったんですけど、さすが粘りましたね。そうですね、お互いに極真から手をバックボーンにしています。平岡選手悔しそう、まあ、倒したかったという気持ちでしょうね。倒せよ。今日は2試合目オープンフィンガーグローブマッチです。平岡ジャッジ和田30対28赤平岡、ジャッジ明也30対28赤平岡、ジャッジ大沢30対28赤平岡、以上3対28三者平岡を準備して3対0ということになりました。平岡判定勝利です。ただ平岡としては田村さん、倒したかったという気持ちがね、倒したかったっていう気持ちが見えたので言ってみました。そうですね、はい、さあお伝えしてきましたオープンフィンガーグローブマッチ、平岡こと対菊池みのりの一戦は判定3対0で平岡ことが勝利しています。